相手相手は、前漢の第十二代皇帝、元御門の孫にあたる、漢女相手期の三によれば、下半身に障害があったようである。一日二年、父の帝統教王、劉康氏が死去したため三歳で借位を継承した。祖母の風氏と聖母の帝氏が、後世皇後,后に賄賂を送り、十八歳の時に、叔父、聖帝の皇太子となった。水は二年に、 聖帝が死去すると、後世後代号の後ろ盾で19歳で即位した。司書によれば愛帝は男色を好み、特に長愛した刀剣に惜しみなく、財宝や称号を与え、元こと武器元年12月には大芝に昇進させた。さらに、刀剣の妻や妹にまで特権を与えたのみならず、王に反対されて取りやめたものの、刀剣に前上しようとまでも考えていた。暴風。 竜康氏には、教皇の死後を追蔵し、また、養母の後世皇太后、養祖母にあたる太子皇太后を氏とは別に、実母の帝氏に、帝角太后、実祖母の風氏には、皇太太后の孫号を追蔵している。政治面では、王公や、一般人が所有する伝授や、土費の制限を検討したが、反対にあって実施されなかった。また、秀でこの礼を廃止するなどの改革を計画した。 また、上昇を廃止し参考性へ移行し、後の新、五冠で実施された光つ広制の姿を生み出している。当時は、冠の命運が突きかけているという迷信があり、新を信じた相手は自ら、陳清流太平皇帝を称し天命を、更新しようとしたが、二ヶ月で元に戻している。相手は上昇である、朱広氏、大吉美を自殺させるなど進化に対し厳しい態度で、望み、 武帝、前帝の手法を採用しようとしたが、元こと武器二年6月27日、25歳で死去した。死死がなかったため、死に望んで皇帝辞儀を当権に託したが、不とし皇太后王氏は御事のりを発して当権を罷免し、辞儀も奪った。当権はその日のうちに自殺した。不とし皇太后は王毛を大芝に任命し、政治の実権は王氏が、 再び掌握することとなった。断食を意味する、断袖という語は、刀剣と一緒に寝ていた相手が、相手への衣の袖の上に寝ていた、刀剣を起こさないようにするため衣を切って起きた、という故事に基づく。官王朝形図、ありがとうございます。